こってりラーメンやめらんないな。放置はダメよ。放置？あれ？気づいてない。高めの血圧放置してるでしょ。あ、血圧？そう。ちょっと高めだけどまだ大丈夫。出た、まだ大丈夫。だよね。それが血圧放置です。大事な体をほっといちゃダメ。血圧放置さん。高めの血圧を下げるファンケル血圧サポート。ここにもかな？血圧放置さん。吉田幸太郎さん入られます。お願いします。よろしくお願いします。見事で。見事ですね。はい、なんかまあ言わへんからな。こそっと言うみたいな。そう。ずっとやって、はいはいはい、で2カメで回させてもらって、でもう一回ちょっとカメラセット変えてまたここまでみたいな感じ。では、はい。放置はダメよ。あれ？気づいてない？高めの血圧放棄しちゃってるでしょ？あ、血圧？そう、そう。はい、カット。はい、キャッチマン。何よ？あれ？気づいてない？ええ。高めの血圧放置しちゃってるでしょ？あ、血圧？そう、そう。スタート。あれ？気づいてない？ええ、これこれ、高めの血圧落ちてたんでしょ。血圧？そう。はい、カット。はい、よーい、スタート。高めの血圧落ちてた。放置してない。はい、勝ちます。なわけないでしょ。それが血圧放置。なわけないでしょ。はい。はい、いいですね。スタート。血圧放置さん。あ、そうです、そうです。あら、ここにもかな？血圧放置さん。スタート。あら、またいたかな？血圧放置さん。はい、カット。にんまり用意、スタート。血圧放置さん。はい、スタート。血圧放置さん。はい、じゃあこのカットいただきましたので、小太郎さん、CM 部分の撮影はすべて終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。こちらこそどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもいただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。またね。こちらこそ。改めましてよろしくお願いします。そうですね。大変光栄なことだと思っているんですけれども、責任重大だなと。やっぱり健康のための、製品の、CM に起用していただいたんで、その CM に起用していただいている人間がその健康不健康ではもうしょうがないわけですから、本当にこれからもなお一層健康には気をつけて、ちゃんと CM の顔にならなければなっていうふうに非常に、責任重大だと感じております。はい。ご覧のように声をかけしておりますが、取り締まっております。何を取り締まっているかと言いますと、血圧が高めなのに飲んだ後にラーメンを食べてしまっている人、血圧が高めなのについつい塩分の多いものを食べてしまう、美味しいですからね、塩分の多いもの、そういう方たちを、取り締まっていると。取り締まっていると言いましても、優しくたしなめるような、戒めるような、その中に少し厳しさと嫌味を込めて、もちろん自分への、自戒も込めて取り締まって歩いている、取締官のファンケル取締官の役でございます。はい。
とてもあの面白いキャラクターになったと思いますので。いやもう本当さっきも言いましたけど、申し上げましたけども、やっぱり健康体であの撮影に臨まなきゃいけないと思ったので、ちょうど今あの、まあ、自粛期間でもあるじゃないですか、コロナで影響で、なんで割と休みがね普段よりあるんですね。でその休みを利用してちょっとあの初めてあのファスティングというのをやってみて、少しでもそんなに変わるわけじゃないですけど、3日間だけだったので前後の期間を入れて5日間ファスティングをしたんですけども、多少それであの少しは健康に見えればいいなと、少しは自分も健康になればなってこれに臨めればいいなと思ったので、ファスティングというのを生まれて初めてやってみました。はい、なかなか辛かったんですけども、効果は、いやあのね2キロ痩せましたね。それであの内臓がすごく元気になった感覚があります。だからまあやってよかったなというふうに、これからも折があればやってみようかなと思ってます。はい、そうですね、特にその激しい運動をしたりね、これだけはやってるスポーツ、サッカーやってるとか野球やってるとかないんですけども、ただやっぱり日常できること、日常をそんなに、自分に負担をかけずにできることが続くんじゃないかなと思うので、あのウォーキングはほぼ毎日やってます。で大体できる時は2時間歩く、最低でも1時間は歩く。それからあと、まあ、かなり消極的な健康法なんですけども、あの半身浴、ぬるいお湯に、1時間からやっぱり2時間ぐらい使って、でその間にあの例えば、いただいた台本のセリフを覚えたりもできますので、一石二鳥な感じなんですけども、そういうことは続けてますね、もう大体20年ぐらい続けてます。はい、これからじゃあまたもう20年続けていく、できればいいですね、でそんなに激しいあの動きを伴うことではないのでできるかもしれないなっていう感じですね。はい、そうですね、まあ、本当に、50代から始まるのかな、今僕は61ですけども、明らかにあちょっとやっぱり自分の体のいろんなところが衰えてきているな、前一歩踏み出せた足がちょっとそれを足を踏み出すのに躊躇したりみたいな、そういう瞬間が、訪れることが多いので、ぜひそれで弱気にならず、日々の運動も大事ですけれども、例えば食べ物、飲み物、それからサプリメント、いろんなものの力を借りて、さらに、まだまだ老いていく年ではないと思いますので、今本当に今おっしゃいましたけど100歳までという時代なので、60代の方はあと40年、50代の方はあと50年、乗り切りましょうと。頑張りましょう。いけます。